眼科医の平松です。今日は後発白内障とその治療についてお話ししようと思います。後発白内障って何なのっていうと、白内障の手術をした後起きる病気です。このことを言うと、なんか手術をしたのにまたなんとか白内障って言ってる、失敗だったの、何なのっていうことがよくあります。特に失敗していなくても一般的に起きる病気状態です。なぜこれが起きるかっていうと、白内障の手術というのは目の玉の中にある白内障を機械で吸い出します。機械で吸い出すと口では言うものの、その細胞レベルでゼロにまではできないわけですよね。砕いて取るんで、ちょっとは残るわけです。絶対どんなに気をつけてもとなると、袋があって、目の袋があって、そこの、ね、汚れを取って代わりに人工のレンズを入れていくんですけど、その袋にちょっと細胞が残るわけです。その細胞が増えてきて、それによって見づらくなっちゃうこと、これを後発白内障と言います。で、まれではなくて、一般的でなんか変な病気になったわけではないので、あまり心配はされないでください。じゃあでも見えないしどうすればいいのというと、基本的にはレーザー治療、ヤグレーザーというので治療するのが一般的です。それは目の袋にレンズが入ってて、袋が汚れてきてるわけですよね。で、だったらその袋を破いてしまえばいいじゃないか。いや、こういうことです。レーザーで袋を破くってことができるんです。そうすることで汚れが飛んで、それが綺麗になくなって見やすくなるって、そんな感じです。そのためレーザーしてすぐは飛ぶので、ちょっと汚れが飛ぶ、飛蚊症といって、なんていうかな、蚊が飛んでるような、なんとなくの違和感を感じること、またはそれに伴うちょっとした充血などを感じる方っていうのもいらっしゃいます。じゃあそもそも最初から手術の時にそれ破っといてくれればいいじゃないのっていうのも聞かれるんですけど、手術の時はこれちょっと破っちゃいけないんですね。落ち着いてからだったら破っていいっていうものなので、こうやって2段階に分けてしまうってことです。基本的にこのレーザー治療は入院ではなく日帰り、だいたい5分ぐらいでできるものです。目薬で瞳を開いて、麻酔の目薬して、目にコンタクトレンズみたいのを乗せてレーザーで切っていくって感じになりますね。で、もちろんね、レーザーにはリスクっていうのはゼロじゃないです。さっき言った飛蚊症ね。もう一つがレンズに傷がついちゃう、レーザーによって膜をダメージを加えるんですけど、その時にレンズにも傷がついちゃうって方もいらっしゃいます。で、稀にそれで眩しく感じたりとか、そういうこともあると。あとはですね、これも稀なんですけれども、 1% 未満ですかね、の確率で起きることとして、黄斑浮腫、物を見る中心にむくみが出てしまうということがあります。もし出た場合はちょっと歪んだり視力は下がるので、飲み薬、目薬で治療していくことになります。あとは網膜の変化、レーザーで白内障を切るだけなんですけど、それでも目の奥に何らかの変化をきたすことがあって、網膜の穴、網膜裂孔、はたまた網膜剥離というのの、わずかながら確率を上げてしまうことがあります。あとは眼圧上昇、目の硬さ、眼圧というのが正常10から20ですけど、それが上がってしまうということですね。あとは眼内炎、目の玉の中に炎症を起こしてしまう。そしてレンズがずれたり落ちてきてしまうということもゼロではないです。特にもともと目が弱かった方の場合はそういうリスクもあるってことですね。その場合はそのレンズの位置を補正するような手術が必要となることがあります。とはいえ、比較的危険性が大きくない治療ですので、外来で一般的にお受けになっていただけるような治療かと思います。よろしくお願いします。